それでは、ただいまから、外務大臣による記者会見を始めさせていただきます。河野大臣、よろしくお願いいたします。はい、えー、河野太郎でございます。あの第四次安倍内閣で、外務大臣に再任をされました。また、よろしくお願い申し上げます。えー、前回も申し上げましたが、えー、自分としては引き続き六つの重点分野でい、えー、きたいと思っております。 一つはあの北朝鮮の問題をはじめ、えー、厳しくなる日本を取り巻く安全保障環境の中で、日米同盟をしっかりと強化をしていくということ、えー、二つ目、中国、韓国、ロシアをはじめとする近隣諸国との協力関係を強化していくということ。 えー、3つ目、えー、保護主義があ一部台頭する中で、えー、自由貿易の旗振り役として、えー、日本が。 前へ進んでいくこと4つ目が軍縮、気候変動など、地球規模の課題にしっかり取り組んでいくということ、それから5つ目に、中東の平和と安定に日本としてさらに関与していくということ、6つ目に、インド太平洋地域を自由で開かれた、 国際公共財としていくということ、こうしたことを中心に外交問題に取り組んでまいりたいと思っております。えっとそれからあの七日から八日までベトナムのダナンで開かれるエーペックの閣僚会議に。 出席をいたします。あの記者の皆様とぜひ、だらんでお目にかかりたいと思いますので、お待ちしております。あの、クの閣僚会議におきましては、G7、G20 の成果を踏まえ、 APEC における自由貿易をしっかりとけん引をしていく、そういうメッセージを発信をしていきたいと思っております。議長国のベトナムをはじめ、参加国とバイの会談も行いますので、国際情勢について広く意見交換をしてまいりたいと思います私の方からは以上でございます。 それではご質問ある方は挙手の上氏名社名を名乗っていただき、お近くのマイクを使ってご質問願います。ではどうぞ。読売新聞後藤と申します。あの五日からトランプアメリカ大統領来日されますけれども、六日の日米首脳会談では、まあ安保分野とか経済分野についてあの議論が交わされると思いますが、それぞれ安保外交についてそれぞれどのような成果を期待されますでしょうか。あの。 まだ日程の詳細その他も調整中でございますので、今成果についてとやかくコメントする段階にはございません。はいあ、朝日新聞の田島と言います。あの関連してなんですけれども、えっとトランプ大統領とえっと安倍首相がですね。 あのまあ、ゴルフを一緒にする予定になっておりますで、まあの首脳同士の信頼関係の強化につながるというまあ、期待する声がある一方で、ですね北朝鮮情勢があの緊迫している中でのゴルフについて、あのまあ批判の声もありますけれども、大臣としては、ですねこのゴルフ外交の意義というのはどのようにお考えでしょうか。あの 外務大臣になりまして、さまざまバイマルチの場で、えー、いろんな国の外務大臣とお,お目にかかる中で、やっぱり最後は人間関係が非常に大事だと思います、あのーまあ、細かい具体的なことは申し上げられませんけれども、さっきの,あの日本が提出しました核廃絶決議案についてもです、ねえー、最後、電話会談その他を行ったときに、 まあ、ある面、そのこれまでの人間関係で、えー、日本の決議案に対する態度を変えていただいたりというようなこともございましたんで、あの外務大臣レベルでも、やっぱり個人的な二国間二国、個人的な二国間とか、二国間、個人的な関係、 がやはりあるかないか、それからそこがうまくいってるかどうかというのは非常に大事なんだと思います。あのおそらく首脳の関係はさらにあの個人的なレベルでの信頼関係がどれだけ厚いかというのは。 あのやはり様々なことに影響してくると思いますあの私も、えー、外務大臣があいろんな国からいらっしゃるときにあの今日もチュニジアの外務大臣がいらっしゃいますし先般ボスニアヘルツェゴビナの外務大臣がいらっしゃいましたしあのできる限り、えー、夕食か昼食を一緒にということをやろうというふうに思っております、まあ、あの夕食会がそれが時間があればゴルフということになっても あのそれで信頼関係が増すということはあのいいことだと思ってますし、あのゴルフ場でさまざまなことがきっと話し合われるだろうというふうに思っております。あの北朝鮮がミサイルを撃とうとしているあるいは核実験をしようとしているから、えー、日本があるいは日本の総理が えー、何か行動を規制されるということは、もうそれ自体、脅威に屈していることになりますので、危機管理体制をきちんと取っている中で、あのこうしたことが行われるのは、私は全く問題ないというふうに思っておりますはほ、い、かに、どうぞ。えー、フリーランス者の上田と申します。 冒頭でもちょっとあの発言された核廃絶に関連してですが、あのまあ、核兵器禁止条約については日本は反対しております、それで、えー、今回です、ねあのえーと、ノーベル平和賞を取ったアイキャンの、えー、平和賞の授賞式にです、ね、日本人の被爆者の方が、えー、スピーチをされます、えー、これは、まあ、ある意味であの、広島の方たちから大変歓迎の声があるんですけれども。 私の立場からは、この、えー、日本人被者のノーベル平和賞受賞スピーチについては、どのように受け止められているか、お聞かせください。あの広島で、えー、どういうことが起きたのかということを知ってもらうというのは、非常に大切なことだと思いますし、その戦争を知らない、まあ、私もそうですが、えー、次の世代のものに、 その戦争のあるいはこの核の経験を伝えていくというのは、極めて貴重なことだと思っております。そういう意味で、われわれもオバマ前大統領に広島に来てほしいという働きかけはずっとやってきたわけですから、あの被爆者の方がさまざまな場で、 えー、そうした経験を話す機会をいただくというのは日本政府としても大変喜ばしいことだというふうに思っております。はい、他に。はい、どうぞ。ロシア国営通信のリアノブスチ、ロシア世話人の中と申します。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。あのロシア関係についてですが、これからのあの今予定 大臣のロシアの訪問含めて教えていただきたいと、最近、共同経済協力の活動にはちょっと進展がありましたので、それについても教えていただきたいと思います、ありがとうございますあの11月、12月のなるべく早い段階で、ロシアを訪問したいというふうに思っております。 さまざま、ラブロフ大臣をはじめ、あるいは日露経済委員会の場でご相談をしなければいけない、決めていけなければいけないこともありますので、なるべく早い段階で相談をしたいというふうに思っております。あの現地調査の結果を受けて 議長作業部会の議長官の協議を立ち上げまして、今後の進め方その他についての議論が、あれ確か昨日今日今日今日はしたか、であの行われますので、なるべく作業部会そのものも早く進めていきたいというふうに思っております。あの大変いいい視察だっったとううふにには伺っております、はい他に っ、はいえー、とますすああののの共同通信,すあの同通信の福田ですあの、まあ、成果についてはちょっとお話しできないということだったんですが、日米についてですね、あのまあ、ただ、このタイミングでその日米の結束を改めて確認することの意義について、大臣から所管をお願いします。あの北朝鮮の 危機ということもありますが、トランプ大統領、これまで日米は100%ともにあるというその立場を1ミリたりとも揺るがしたことはありませんし、ティラソン国務長官、マティス国防長官をはじめ、アメリカ政府一体としてその姿勢を貫いていただいております。そういうい中にあって あの同盟国のトップが、えー、来日されるわけですからあの、日米の同盟の結束が非常に堅いというのは、さまざまな場面を通じて、えー、世界に発信をしていくことになると思います。です関連してア、まあ、アジアをその トランプさん、まあ、歴訪するという形ですけど、どのアジア、まあ、初のアジア歴訪ということでいえばです、ね、日本も含めてその後、まあ、韓国、中国、ベトナム、フィリピンなわけですけどその意義はどういうふうにお伺いふにのアメリカはオバマ大統領の時に、アジアピボットということを歌われましたが、あのまあ、アジアピボットというかどうかは別として、このアジアの重要性というのを引き続き新政権になっても、 認識をしてくれている、重点を置いてくれているということの表れだというふうに思っております。あの今、我々は、えー、潜在的な成長力著しいアフリカから、えー、中近東インドを経由して、えー、太平洋、アメリカへ至るまでの、この自由で開かれたインド太平洋を国際公共財にしていこう。 次の経済発展のためのすべての国に開かれた大切な国際公共財にしていこうということをうたっておりますが、そういったことについて、日米でもこれからしっかり取り組んでいけるようにしてまいりたいというふうに思っておりますはいいお願いします。 通信の大津と申します。あの大臣、今おっしゃっていただいたあの自由で開かれたインド太平洋の関係なんですけれども、まあ、国際公共財にしていきたいということですがその日米首脳会談でも改めてそういったメッセージを共同であの打ち出していきたいかということとその具体策、連携の具体策、連何の連携 あの日米あの、自由に開かれたインド太平洋戦略に関するその連携の具体策として、うん、日米豪印の首脳級で作るその戦略タワーの意義について、改めて教えていただけますか <laughs> あのまだ、えー、具体的にどういう議題で、あるいはあどういう成果をというのは、調整をしているところですから、今あの、首脳会談の成果について申し上げるのは、ちょっと時期尚早々かなというふうに思っております。 あの自由で開かれたインド太平洋というのは、もうこれはすべての国の経済発展に資することでございますから、これはもうあの沿岸国を含め、あるいはアメリカを含め、さまざまな国の協力をいただいて、海賊対策ですとか、あるいはその法の支配というようなこと、を あるいは防災というようなこともあると思いますし、そうしたことをきちんとやっていけるようにしてまいりたいというふうに思っております。 あの今、日米ンあるいは日米豪の枠組みでさまざま貿易などを含めた議論をしているところで、これをいずれ、何らかの形で日米豪ンという形の議論にしてまいりたいというふうに思っております。まあ、TPP ででアメリカが抜けてしまったものすから ちょっとこの日米豪というようなものを中心に、もう一度その自由貿易の大切さみたいなことを、このアジア太平洋の中でやっぱり訴えていかなければいけませんし、オーストラリアと一緒にアメリカに TPP へどうぞ戻ってきてくださいというような呼びかけもやっていかなければいけないかなというふうに思っております。また日米委員は あのインフラをはじめ、今度、新幹線のプロジェクトも始まりますし、さまざまなこのアジアにおけるインフラの重要性、そういうことについてもあの議論をしていきたいというふうに思っています、はいえー、日経新聞、お願いします。 あの中国を刺激するようなメッセージにもなり得ると思うんですけれども、そのあたり、全く中国を念頭にうんぬんということではありません。 あの一つは、えー、今申し上げたような自由貿易、この地域での自由貿易をどうしていくか、それはいずれどこかの段階でインドもそういうところへ加わってもらうということは将来的にあると思いますし、今、日米、インドはそのインフラをどのように、このアジアのかなり旺盛なインフラ需要にどう応えていくか、あるいはどういうことでやっていくか、あるいは質の高い、 インフラを国際スタンダードにやっぱりしていかなければいけないというような話をしておりますので、いずれそういう議論を合わせてやっていく必要性は当然にあるだろうというふうに思っております。次の学校に外交日程ございますので、あと1問でお願いいたします。じゃあさんおめでととうございますの辻と申しますす、あの申、ー、し月 3日に就任されてからですねまあ再任されたわけですけどもあのもう3ヶ月経ちましたあの大臣、ま高温のカラーというか自分の色というのはやっていく中で自然に出てくる,出てくるものだと思うというふうにあの当初おっしゃってましたけれども3ヶ月たちさまざまなあの外相会談もありました今、自分3ヶ月たってこの外相という仕事改めてどういう,ふうに受け止めておられるかと。 いうこととその当初思ってたことと違っていることとか、どういうことを感じておられるでしょうかあの当初思っていたよりも、やっぱりその人間関係の重要さというのが思っていたよりも大きいなというのは改めてあの感じております。やっぱり、えー、まあ外交というのは最後人間が やってるんだなというのがあのよく分か,る分かるというか、分かったというか、それはもう外務大臣同士もそうですし、先方の政府とこっちの大使、あるいはこっちの政府と先方の大使の関係、あるいは外務省のそれぞれの時間休暇下それぞれのレベルの協議を見ていると、やっぱりこう人間的な馬が合うっていうのは、すごく影響がある。 というのはあのですからやっぱり人間関係を作っていくというのは非常に大切なんだなというふうに思っております。あのもう一つは、えー、やはりこれだけ国際化が進んで、えー、なていうんでしょうか、ICT が使われる時代になってきましたから、やはり少し外務省も、あの 現代化していかないといけないかなという部分はあるんだと思いますあの例えば、えー、もう査証の申請数が爆発的に今、えー、増えてきていてこ,れこのまま行ったら あのそれは今、あの入管が大変だと言って、入管の人数増えて、あれしてますが、それはその前段階の詐称のところもやっぱりそうなんだと思いますしあの、この間終わった総選挙で言えば、やっぱり在外投票の投票のしにくさというのは、今回、特に私がブログに書いたせいかもしれませんけど、相当多く。 投票しにくいとか投票できなかったとかなんとかしろという声はいただきまして、あのとにかく先ほど、野田総務大臣と、とにかく次の参議院選挙は在外投票はインターネット投票ができるぐらいの勢いで、 実際そうなるかどうかは今ここでちょっと申し上げるとあれかもしれませんがそれぐらいの勢いでやらないとこれはどうにもならんねとであの総務大臣も実はあのインターネット投票国内も大事だというふうに思ってらっしゃったんであの総務省の立ち上げる場に外務省も入れていただいて え在外投票でテストしましょうみたいな話もしておりましたが、やっぱりそういう新しい技術というのは、これ、どんどん入れていった方がいいのかな、今、電話会談、本当に電話でやってますけど。 世の中はみんなスカイプでやったりテレビ電話やったりしてるわけでそれ相手の表情があのまあひょ相手の表情が見えちゃうとなんかこうネクタイ緩めて電話会談やってますっていうのがバレるからこう厳しい面も逆にあるのかもしれませんけどもやっぱここはあのいろんなことが考えられるんではないかなというふうに思ってますんであの外交っていうのは昔ながらのしきたりの部分とそれから新しい技術を入れる部分とこれはいろいろあ,のあって。 えー、まあそれは足腰の部分なのかもしれませんけど、そういうところはあるかなとちょっと思っております。それではえっ、ー、と外交にてございます、えー。これで終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。